統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますので、ご利用ください。高知競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、7レースと8レースの2つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、 5レースの、1つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。高知競馬、8レースの本命馬から解説していきます。本命馬は、1枠1番、名称オーパスです。この馬の偏差値ランクは、S ランク、勝利確率は45%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、 多との力関係から見ていきます。金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2層前の指数の76で連帯目安の黄色線を39上回っています一方最低の指数となっているのは1層前の指数の56で黄色線を19上回っています本命馬の能力は相当高いです他のの、有力馬との 能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の53で本命馬のピーク指数に対して23下回っています最低指数に対しては3下回っていますこの馬の逆転の可能性は低いです次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます この馬の最高指数となっているのは、5走前の指数の59で、本命馬のピーク指数に対して17下回っています。最低指数に対しては3上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、タバとの力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。 次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 4 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところは、2層前は紫の丸が1400、1400は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開はミドルペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところは、2走前はオレンジの四角が後ろからの競馬です。後方からの差し、追い込みが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は27で2位です。上がり指数は49でトップです。高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです。レース感覚を見ていきます。今回は、 13週間の休み明け叩き2戦目となります叩き2層目の上積みを期待できます開催場適性を見ていきます地方での指数は中央より指数を下げています以上より本命場の適正は距離適性と展開面とレース感覚が高評価できます一方開催場適性がリスクです適正面には多少のリスクはありそうです 以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。適正面には、多少のリスクはありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率は望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。 佐賀競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは1レースと10レースの2つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは7レースと9レースの2つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。佐賀競馬10レースの本命馬から解説していきます。本命馬は 4枠4番、ゲットザフェイムです。この馬の偏差値ランクは、S ランク、勝利確率は50%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、他馬との力関係から見ていきます。近走で、今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、一走前の指数の45で、連帯目安の黄色線を28上回っています。 一方、最低の指数となっているのは、2走前の指数の26で、黄色線を9上回っています。本命馬の能力は相当高いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の37で、本命馬のピーク指数に対して8下回っています。 最低指数に対しては11上回っていますこの馬に好条件となれば逆転の可能性があります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2走前の指数の26で本命馬のピーク指数に対して19下回っています最低指数と同等ですこの馬の逆転の可能性は低いです以上より 他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は千四百メートルとなります。指数がピークとなっているところは一層前は紫の丸が千四百、千四百は適距離です。展開面を見ていきます。 レース展開はスローペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、一層前はオレンジの四角が7番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は16で2位です。上がり指数は41でトップです。高い上がり指数で、 鋭い差し足が見られそうですレース間隔を見ていきます今回は42週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くかどうか大きなリスクがあります以上より本命馬の適正は距離適性と展開面が高評価できます一方レース間隔がリスクです適正面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは 他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は50%と申し上げましたがそこまでの勝利確率は望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです